皆さんこんにちは。株式会社ワンヤード代表の奥山理恵です。この野原家の仕事場、そしてワイナリーやぶどう畑の様子などの映像と合わせてですね、一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日のテーマは北イタリアピエモンテ州を代表する千葉品種エルバルーチェについてです。収穫の時期によって3種類のワインが誕生します。まず8月の下旬、この時はまだ夏の終わりで暑いです。ぶどうの収穫は気温が高くならないうちに朝早くの時間に収穫されます。この時はまだぶどうの果皮が緑色をしています。酸度が高い状態になっています。段階で収穫されるエルバルーチェはメドとクラシコ、スプマンテとなっていきます。第2エルバルーチェが色づいてきていて黄金色に近くなってきます。この段階で収穫されるのが白ワインです。コリーネ・ノヴァレージ・ビアンコとなります。10月、ワイナリーによってはネピオロとほぼ同じ時期に収穫、もしくはそれよりも後にするところもあるんですけれども、次第にエルバルーチェの果皮の色が黄金色からオレンジ色に近づいてきます。この段階で収穫されるワインはエルバルーチェのパッシート、デザートワインになっていきます。2020年に収穫を終えたエルバルーチェですけれども、もうこちらは発酵を終えてすぐにステンレスタンクの中で売っています。エルバルーチェ2020che sta fermentando, il colore bello.Sente tanto già profumi di frutta, frutta fresca, di acacia, di miele. E già una bella acidità e una bella sapidità, che darà sicuramente origine a delle note minerali, stando lì, promette sicuramente molto bene. Vediamo cosa diventerà tra qui a qualche mese.Ancora 4-5 giorni poi finisce la fermentazione e diventerà vino e diventerà molto bello 2020.次第にその今タンクの中で不純物の檻などが沈殿していくの時を待っています。2021年の春にボトル詰め、そして市場に出荷開始されます。乾杯したいと思います。私はもちろん今日はコリーネ・ノヴァレージ・ビアンコ、入学年2019年です。そしてワイナリーはフランチェスコ・ブリガッティ。今2019年のワイン、もちろん私の方も2018年完売しちゃってないので2019年ですけども、2019年のワインというのはボトル詰めをしたのがこの春になります。ちょうどイタリアがロックダウン中です。通常 DOC のコリーネ・ノヴァレージにはその後に品種名が続きます。さて、こちらのコリーネ・ノヴァレージ・ビアンコですけれども、本来ならばコリーネ・ノヴァレージ・エルバルーチェと書いてもおかしくないんですけれども、こちらが法律でエルバルーチェの記載ができないということになっています。同じくピエモンテ北部の地場品種を使ったワイン、メルバルチェ・カルーゾ、こちらが DOCG に昇格した時にメルバルーチェという品種名を記載してもいいのはこのワインに限定しますよっていう形で、メルバルーチェというのがとても珍しい品種でそこしかないというふうに認識してしまったの大臣がそのようにしてサインしてしまいました。それでは乾杯しましょう。乾杯。色彩は綺麗なこの麦わら色の黄色になってるんですけども、少しですね緑色のニュアンスがありますね。これがエルバルーチェの特徴です。次に香りを楽しんでみましょう。このエルバルーチェはもちろん生産者によってその土壌によって様々なんですけども、現在今私が試飲しているエルバルーチェですが、こちらの方は例えばですね、それこそアルプスに咲く白い花、野の花ですとかセージだったりカモミールだったり、そういったハーブ類の香りもしてきます。そしてリンゴ、その奥にですねアカシアの蜂蜜、実は近くまで蜂蜜、養蜂農家もたくさんこの地域あって美味しい蜂蜜あるんですけども、アカシアの蜂蜜とかでしょうかね。アカシアの蜂蜜の香りですね。そして味わいを楽しんでみます。口の中にいっぱい広がる綺麗な酸が特徴ですね。土壌がモンテローザの氷河に由来する土壌になっているのでミネラルを感じます。私はこの地域のチーズと一緒に楽しむことが多いですね。日本の方にも私が今手にしているものと同じ2019年のワインが軽井沢の方から出荷が開始になっています。よろしくお願いします。国際日本一だったり試飲会だったり、私を通り過ぎていったワインというのは数多くあります。その中で強烈に印象に残っているワインというのが3本あります。そのうちの1本が実にこのエルバルーチェでした。それはいろんな好みとかもあるかもしれませんが、その品種として考えた時にその時の印象がですね、強烈なその綺麗な口の中に広がるすごく綺麗な酸、これはどうにかしたいと思ってフランチェスコさんと連絡を取り合ったというのがきっかけです。皆さんご覧になっていただきましてありがとうございました。また次回ぜひお会いしましょう。それではさようなら。チャオトゥッティ。